前回までのゴート FC 秋季カナリアリーグ第4節芝のピッチ対4141ビルドは安定、支配率は 80% を超えた。だがフィニッシュが決まらない。そんな中、バゴルダーレに唯一のチャンスを決められる。だが後半ロスタイム、奇跡の同点弾でドローに持ち込んだ。そして最終節、我々を待ち受けていたのは徹底された変則3トッププレスだった。秋季カナリアリーグ最終節、ゴート FC vs GBFC。 スターティングメンバーのご紹介。ゴールキーパーアスカ、ライトサイドバックヒカル、そしてセンターバックは直前の練習試合で負傷した深夜に代わり、これまでファルスヌエベでプレーしてきたテクニシャン善を配置。両利きの善を左に、ライトセンターバックには浩二を配置した。今日はセンターバックで14番前です。センターバックへ行ったら、まあ、後ろで持った時の安定感と、まあ、そこからのパスの精度で、まあ、課題としては、まあ、守備の強度です。レフトサイドバックノリ、ピボーテ達夫、ライトインサイドハーフユーマ、レフトインサイドハーフシゲ、ライトウィングケント、レフトウィングヒデオ、そしてファルソヌエベにはシュンタを配置。それに加えて4名のベンチメンバーでこの一戦に挑む。キックオフ。ファーストビルド直後、見えてきたのは相手のプレスシステム。最深部ゴールキーパーを含めた3バックを作るゴート FC に対し、 GBFC は3トップを当ててきた。ゴート FC 得意のビルドを潰すオールコートマンツーマンの構えか、敵は3トップを作り、ウイングはセンターバックからサイドバックへのコースを消し、トップはゴールキーパーからピボーテへのコースを消す。その構えを基本としながら、そこからレフトウイングがゴールキーパーにかけて寄せるリバプール式のプレス。ビルド失敗。続くセカンドビルド、またしても3トップの構え。ゴート FC はゴールキーパーを含めた3バック。これでは数的有利は生まれない。ビルド失敗。広がったセンターバックの間のスペースで再び中央化した相手レフトウィングがフリーに、だが中央化したレフトサイドバックヒカルの素早いプレスバックで難を逃れた。ゴールキーパーを含めた3バックビルドは相手プレスに2度連続で防がれた。しかしここからピボーテ達夫が降り、ゴールキーパーを含めた4バックを作る。戦術紹介。ゴート FC はオールコートマンツーマンに対し、ピボーテがゴールキーパー脇に降り、ゴールキーパーを含めた4バックを形成。そうすることでまずは相手トップに対し2対1を確保。各ポジションはピボーテの移動に合わせ各自移動。そして陣形は 4-3-3 から一度ゴールキーパーを含めた 4-3-4 へ変形。そこからゴールキーパーを利用した2対1でボールをつなぎ、前線がサイドへ移動。その動きに合わせ中盤化したサイドバックが渦の動き、そして相手を限界まで引きつけ、トップが開けたスペースにサイドバックが飛び出す。ボールの対空時間でディフェンスラインはスプリントでラインを上げ、ボールが敵に渡ったとしてもそこからシームレスにプレスを発動。そして11対8という数的有利を利用しボールを確実に奪い切るプラン。この場面、サイドバックと渦を描くファルソヌエベ・シュンタとインサイドハーフユーマはサイドでフリーに。相手センターバックはワイドまで移動する対象へのマークを離した。つまり相手はマンツーマンではない。それならばボールをつなぐことはできるはず。だが重要なのはその事実を現場が理解したかどうかだ。相手はオールコートマンツーマンではなかった。だがそれでもサイドバックが相手センターバックに襲いかかるこの戦術はファールとはなったものの、一瞬で状況を変えるだけの手応えを感じさせた。相手の激しいプレス、だが我々も負けじとプレスを返す。先ほどのプレーで相手のオールコートマンツーマンの可能性は消滅した。
相手陣形の判定は一度白紙に戻される。そのことにいち早く気づいたのは達夫だった。先ほどの場面、降りることでマンツーマンを疑った達夫は、今度は再判定に向け初期陣形433の定位置に構えている。しかし多くはまだマンツーマンの可能性が否定されたことに気づいていない。この場面、光は対マンツーマン対策の動きである中央への移動を始めている。ゴート FC におけるピボーテは陣形変形を促す最初のピースであり、そのポジショニング自体が他チームメイトに送る変形の合図となる。達夫はすぐに光の位置を正しにかかる。そうやってチームはコミュニケーションを図り、陣形を相手陣形に最適化させていく。しかしベンチからは、ベンチを含めチームはまだこの戦況をマンマークとして捉えていた。マンマークが否定されたことにいち早く気づいた達夫、マンマークとしてのプレーを求めるベンチ、お互いの意見は割れ、お互いが主張する状況。ただ両者ともにまだ確信は持っていない。達夫はこの場面、躊躇しながらも一旦その声を受け入れ、下がることを決断。だがここで達夫はマンツーマンの声に対して再度3トップであることを主張。さらにサイドバックが中央化せず張って4バックを作ることを提案。達夫が3バックのスイーパーの位置から4バックに対するピボーテの位置に戻る。判定は進展するかと思われた。だが再び暗礁に乗り上げる様相。しかしここで及川コーチが舵を切る。そして及川コーチは続けざまにもう一度陣形を見直すことを提案。この声で割れ始めたチームは再びまとまりを取り戻し始める。そしてこれを聞いたライトセンターバックコージは再びサイドバックヒカルに対して開く位置取りを要求。チームはもう一度相手陣形の再判定に取りかかる。そして前半中盤、ここでチームは最適解を導き出す。守備からのトランジションの流れでレフトセンターバック化したコージ、それによって不在となったライトセンターバックの位置をピボーテ達夫がカバー。これによって相手3トップに対し4バックを作る。そして相手3トップのプレスの特徴は、レフトウィングがライトサイドバックからライトセンターバックにカバーシャドウをかけるシステム。つまり相手レフトウィングはライトサイドバックとライトセンターバックの2人をマークする。しかしそれは言い換えればライトサイドバックかライトセンターバック、どちらかがフリーになるということ。ゴート FC はここで相手プレスに対する最適解を導き出した。ボールはライトサイドバックヒカルに渡された。相手レフトウィングは素早く詰める。だがその瞬間、ライトセンターバック化した達夫はフリーに。角度を十分に作った達夫に光からボールが出される。二度追いを強いられるレフトウィングはこのリアクション。再びライトセンターバック達夫にレフトウィングが詰める。だが角度を作り直した光に再度ボールが渡る。2対1を強調。マークをシフトする相手を見破ったボール運び。相手はプレスのスイッチを入れることができない。ゴート FC はあえてレフトウィングのプレスを攻略。敵のプレスは機能不全に。ボールはゴールキーパーアスカへ。
中央化したレフトウィングを2トップの一角と見立てた3バックを形成。顔を上げたアスカはファルソヌエベ・シュンタのフリーを見極めボールを送る。相手中盤が足を伸ばすが、そのこぼれをシュンタが収め、この試合で初めて相手ボックスへの侵入に成功した。3トップからレフトウィングのカバーシャドウによるプレスをライトセンターバックとライトサイドバックによる2対1で攻略された相手は、今度は極端なほどレフトウィングを中央化した構え、よりプレスを強調した位置に構える相手レフトウィング。その構図を2トップとして見立てた達夫が降りる。それに連動し渦が発動、中央化するレフトサイドバックノイ、それに連動したファルソヌエベ・シュンタがフリーでサイドへ移動。こうやってチームは少しずつボールを保持し、相手チーム GBFC のプレスは少しずつ沈静化していった。流れは変わった。敵は奪いどころを失っている。4バックを作り、相手のワントップに対し距離を縮め2対1を強調するセンターバック。相手のトップがプレスに出たため、レフトセンターバックがドリブルで前進。ここで見えた相手陣形の全貌。相手は 4-2-3-1、 3トップに見えていたのは 4-2-3-1 のサイドハーフ、そして中央に位置取るレフトサイドハーフのリスクヘッジのために、相手ダブルボランチの左は大きくサイドに張り出している。それによってボランチ間のゲートは大きく開く。つまりそれはファルソヌーベ・シュンターへの経路がオープンになることを意味する。そのシュンターへくさびが入る。シュンターは迎撃に出るセンターバックをかわし、バイタルを横断、そしてオーバーラップするヒカルへ展開。ボールは流れたが、相手陣形は明るみになり、戦術的に相手の陣形を崩すその一歩手前まで攻略は大きく前進した。レフトセンターバック前を相手トップが抑え、ライトセンターバックコージを相手レフトサイドハーフが抑え、2トップと化した相手陣形。達夫が降り、対峙する相手トップ下もこれについていく。それによってトップ下が前進した形の3トップがボックスに差し掛かるほどのハイプレス。だがそれによって一瞬浮いたシゲに縦パスが入る。相手ダブルボランチの右が規定のポジションから大きく離れ、これに詰めるもシゲはワンタッチで相手トップの背後を取った前衛。だが前をライトサイドハーフが塞いだため、前はマイナス方向に切り返す。この時シゲをマークしていた右のボランチはポジションの引力を受ける。前はそれを見逃さずヒールで浮いたシゲ。シゲは再びワンタッチでライトサイドハーフが前進したことでオープンになった左サイドへ振る。これにボランチが食いつく。そうなればシゲが浮く。絶対につなぎ切ることを選ぶチームと絶対につながせないチームの攻防だが、少しずつ攻略が進行していることは確かだ。繰り返されるトランジション、奪われても即奪い返す循環、 GBFC の高い集中力、そしてそれをかいくぐろうとするゴート FC のポゼッション、互いの攻防は真っ向からぶつかり合う。
随所で発生する2対1。そしてサイドで発生する渦。これらの戦術は少しずつ相手の心身を削り取っていく。前半ロスタイム、レフトサイドハーフを中央化させる GBFC の構造的弱点をついた場面。この場面でも依然レフトサイドハーフが絞り2トップ化。それによってやはりボランチ間のゲートは拡大、前からそこに構える俊太へつながる。このくさびに対してセンターバックの迎撃で対応する GBFC。 俊太はくさびを折りながらさばき、ユーマを経由し、ボールはレフトサイドハーフが中央化したことで野放しになっていたライトサイドバックヒカルへ。レフトサイドハーフは慌ててこれに対応。しかしであれば今度はライトセンターバックコージが空く。完璧とまではいかない。だが時間経過とともに相手の陣形とロジックを見抜き、チームはそれによって生まれる弱点をピンポイントで突き始めた。前半終了。ここでお知らせ。3月10日、ソシオは大幅リニューアル。試合ライブ、戦術会議など、その全てを網羅した特典内容で490円。詳細は3月4日、YouTube コミュニティにて発表。ゴート FC は戦術をエンターテインメントにします。ハーフタイム、序盤相手の変則的なプレスに戸惑いながらも、コミュニケーションを取り、辛抱強くボールをつなぎ、相手陣形を 4-2-3-1 と判定するところまでたどり着いた。そしてチームはそのビルド力を武器に、少しずつ試合のペースを握り始めた。ウィングの人からしますプレスが。そうでしょ、はい、ウィングが片っぽいってるでしょ。そうです。そう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 、それでなんかツートップみたいになんか見えるというか、なんかそんな感じに振るように見えてます、うん、じゃあサイドバックがあったはずだよね。そう、そうです。後半チームは相手プレスを完全に攻略し、スコアレスの均衡を破ることができるのか。後半開始。前半の手がかりを生かし、レフトサイドハーフへの数的有利を強調。そしてボールは前へ。ハイラインを維持し、俊太のくさびの警戒を強めた GBFC。 そしてウイングヒデオと対峙する相手ライトサイドバックは足元へのボールを警戒。しかし前はここで足元へのボールを見せ、めくりのスルーパスを狙った。後半開始早々、幸先よくボックスへの侵入に成功した。続けざまにチャンス、ついに均衡を破る。再びレフトサイドハーフへの数的有利の強調。そしてセンターバックは十分に深さを作り、ボールは全員、レフトサイドハーフはそのままボールを追い2トップ化。そしてゴート FC はそれに対し、達夫が降り3バックを作る。対策の対策。その動きにライトサイドバックノリが合わせる。持ち上がった前は直前ノリが作ったスペースにそのままボールを運ぶ。スペースの発生と活用、バイタルへのパスを警戒し、ハイラインを維持する GBFC。 その瞬間、敵センターバックの背後を突き、俊太が裏でボールを要求。前はアウトサイドでカーブをかけスルーパスを送る。俊太はそのボールを流し、角度をそのまま作り、ゴール右隅にシュートを流し込んだ。
レフトサイドハーフに対する数的有利。そこからの2トップ化に対する3バック、渦の流れ、さらにバイタル圧縮に対する裏抜け、対策の対策の積み重ねによる完璧なゴールで先制点をもぎ取った。後半開始直後、待望のゴール。だがここからゴート FC は自らの手で試合の主導権を相手に引き渡してしまう。つなぐことはできるが、ボールを前に運ぶことはできない。無駄に低い位置でボールを回せば、当然相手のプレスを誘発してしまう。ハイラインを維持する GBFC の裏にはボールを送らず、出口のないパス回しに終始、いつの間にかボールポゼッションそのものが目的になってしまう。前進を目指さないチームが失点してしまうのは当然の流れ。トランジション。浮き球が何度も続く。ただしマークはついている。だがそれでもそのエリアはゴート FC のゴールを狙う上で絶好のエリアだった。崩されたわけでもない、剥がされたわけでもない。目的のないパス回しは手痛い報いを受ける。1対1、スコア振り出しに。だがチームはここからまるで思い出したかのように効果的な前進を見せ始める。相手ディフェンスラインを下げ、高い位置で保持、チームは敵がハイラインであることを理解している。そしてそこが狙いどころだということも理解し始めた。サイドチェンジを実行。ボールを右に左に迂回させ、そしてスペースを作り、そこを使う。そしてアイソレーションを生み出し、ドリブルでも前進を試みる。複雑な守備システムに連動する複雑な攻撃システム。敵のプレス強度は落ち、
あと一歩のところまで追い詰める。チームは敵のプレス構造の欠点を何度も突き続け、この頃になると相手レフトサイドハーフの動きも止まりだした。そうなれば顔が上がる。だが後半終盤、敵は最後の余力でハイプレスを仕掛ける。一度ボールは奪われたものの、即奪い返し。ビッグチャンスを作る。そして後半ロスタイム。懸命にプレスをかける GBFC。だがキーパーアスカから一本のパスで前進。ブロックを固める相手をおびき出すようにボールを回す。その隙間を狙いサイドチェンジ。陣形を横に間延びさせるようにもう一度サイドを変える。セットプレー、ここから最後の攻撃だが、つなぎ始めることを選択。プレスを仕掛ける GBFC。 ボールは裏へ。ラストチャンス。だがこのクロスは敵のクリアによって防がれた。そして試合終了。最終節、チームは変則的なプレスに対し戸惑いながらも最適解にたどり着いた。そしてリーグ全体を通してビルドには確かな手応えを感じ、全日程は終了した。次回予告、昨シーズン限りでビルドの要センターバック工事がヨーロッパへの最後の挑戦に、これに伴い新たなるセンターバック候補はケント、そして新シーズンの最重要強化ポイントをフィニッシュに設定。開幕戦は3月10日。